ということで、おはようございます。珍しい時間に、それも久しぶりの、手持ちのセルフィー、ざれ言、たわ言、よまい言の、51歳 MtF 熟女、村田理香です。久しくこんな感じで撮ってないですね。はい、今日は緊急なので、何のスタンバイもせずに、昔ながらというか、久しぶりの、手持ちのセルフィー動画です。久しぶりの手持ちなので、最近おろそかになってました。理香のファッションチェックです。はい、やや懐かしめの、これは今 YouTube のところでも出してますけれども、履いてみました。なんとか履けました。最近、ぷくぷくと、声気味の私でもなんとかギリギリ履けてる状況です。今日の緊急の、ムービーになるというのは、毎週土曜日の、夜ドレライブ、バーチャルスナック理香なんですけれども、今週はお休みになります。はい、わざわざ映像で言わなくてもいいという、ことかもしれないんですけれども、毎回、楽しみにしてくださってる方々もいらっしゃるので、お休みの理由はですね、翌日、早々のお時間から、村田理香と周知 AV なデート、私が足掛け9年、いよいよ来年で10年になりますけれども、個人向けの野外周知をメインとした、AV 撮影デートですね。そのご依頼がいただきまして、やっぱりね、前日にあんな感じで失礼しました。ちょっと失礼しました。はい。前日にですね、あんなに酔いどれて、酒臭い感じで、それも相当翌日パンパンにむくんでるんですよ、いつも。コンディションも決してベストではないので、二日酔いで、頭痛なんかも発生してる。そんな状況で、女性周知日を、楽しみに、お誘い撮影デートで、野外周知でね、女性の恥じらいを期待されてご依頼いただく方に対して、ベストを尽くせないので、はい。で、もちろん対価はいただいてますのでね、失礼じゃないですか。なので、はい、お休みします。メインはあくまでも、村田理香と周知 AV のデートの、お誘い撮影デートご依頼に対する活動なので、はい。さすがに朝声出ないですね。今7時50分という時間。もう、出ないと、お仕事間に合わないので。昼間のお仕事ですから、OL というか、営業なんですけれども、今日もこういう営業の仕事は、はい声が出ないです、なのでベストコンディションで臨みたいのでお休みします。今週は酔いどれライブ、バーチャルスナック理香はお休みですので、ご了承ください。そしてついでがつらでお伝えしますと、よくLINE の ID とかを送られてきたりする方とか、メッセンジャーとかでバンバンメールを送られる方とか、中にはハングしようとかっていうお申しの方とかいらっしゃるんですけども、しません。一切しません。コミュニケーション取れないのっていうふうに言われちゃったら、取れないわけではなくて、取ってる方はいらっしゃいます。優先的に取る方と、そうでない方との、差が出るのは、これは致し方ないことだというふうに大人解釈してください。村田理香と周知 AV なデートっていう私のライフワークの活動、これにメンバー登録をしてくださっている方、登録するのには基本的には運転免許証の控えが必要になります。正々堂々本名も明かしていただいて、ご住所も明かしていただいて、そのぐらいの覚悟を出していただかないと、私一人でやっているので、後ろ盾があるわけでもないので、怖いんです、正直言いまして。野外周知なので、必ず決まったホテルで撮影とかっていう形ではないので、ご依頼いただく方に好きに連れ回していただいて、好きな場所で、ハレンチなことをしていただく形になりますから、怖いです。犯罪抑止力ということで、運転免許証のご提示はいただいてます。そのメンバー登録をいただいている方とは、何回もご依頼いただいているので、直接コミュニケーションは取る形、 LINE だったり、メールだったり、してます、優先します。それはそうですよね。だって私に対して、対価を、価値を見出していただいていらっしゃる方ですから、純粋に純潔のファンの方ですので、優先するのは当然だと思います。心情的にも大人的にも。そういったことが行われてない方、あるいはその SNS 等で、フォローされてないとか、アップロードに対して感想を述べてない方、ただ挨拶しかしない方とかと、やっぱり差が出て当たり前だと思いますので、そのあたりのところはすみません、大人解釈されてください。はい、ただで何かできる人ではないと思ってください。はい、ということで、今日出勤前に、ご報告です。今週は、よいろれライブ、バーチャルスナック理香はお休みですので、はい、そしてこんな感じで、野外に連れ回して、ひっそりとこっそりと人知れず、隠れエッジをお楽しみになりたい方は、村田理香と周知 AV なデートご利用ください。はい、ということで、7時54分のお時間です。行ってきます。この動画自体はアップロードは今日のお仕事帰ってきて、多分夜の9時とか10時とかになると思います。はい、ということで、行ってきますね。はい、エンディングトークです。MtF 熟女、51歳の諦めないで的な村田理香でした。ではでは。